すんなアイスハンドマン。ラボにはセキュリティがかかったか。とにかくやるべきことをやらなきゃ。お、おい冗談だろ。ついてる、マジでついてるよ。くそ、この新聞エレクトロが読まないわけないよな。博物館に着いた時手遅れにならなきゃいいんだけどな。博士は大丈夫かな。エレクトロは博士に装置の操作方法を聞き出す必要があるから無事には違いないだろうけど、あいつが見た目通りの間抜けであってほしいよ。